今日も2つのテーマいきましょう。1つ目、万博は関わり合いたくないと事故続発かとだいたいもうこれもう見えてるんですけどもね。さあ2つ目なんですけども、関係連のね会長が同活したと協力しろよってことなんですが、1つ目のニュースはこれ、MBS のニュースから転載します。この万博関連は大阪ってこともありますので、これ関西のねニュースはね結構取り上げられるんですよ。関西圏以外の方っていうのはなかなか見ないと思うんですが、こっちの方はね結構ニュース充実してるんですね。さあこちらのキャプションね、お借りし さあ、万博あと430日ということで、また特集をこれ、組んだんですけども、はいまず高橋さんね、こんなこと言いましたよね、万博延期や縮小を進言しましたということで、えただね、若干の批判を受けまして、まあでも実際にはね、中するの難しいんですけどねと、トーンダウンしました、で、林さんも、ま能、あ、登の,の復興に具体的な主張が生じると情報に接していないから、万博を起こらせる必要がないと、閣内不一致だということで、野党が騒ぎましたけども、まあ、あとこんな問題もありますよね。 本当にどうでもいいんですけども、私ね関西だとねとにかく吉本をやって ただ使うんですよ前から気に食わなかったんですけどもはい、まあ、今回こういうことでハマスモもさんも活動休止になりましたさあ本題なんですけどもリンゴをどーんと番組では映しましてはいまず最初ねパナソニックの方が出てくるんですよこれ、えー、とパビリオンを企業として出店する会社の担当者がバーッと集まったところ映していたんですけどもはいパナの、ね、担当の,の女性が出てきましたパビリオンあそこでスクレーン立ってるでしょということでこのパナソニックに関しましてはね進捗率4割ですからパナに関しましてはこれは 問題なくでできるでしょうねさあただねこの左側に「ノモの国」ってあるでしょうこれがテーマらしいんですけど調べてみました「ノモの国」これわけわかんないんですけどもえっ、ー、とねこの何、まあ、て言うんでしょうかね 物と人の心というのは、鏡を映してね、えー、こう表裏一体のようなもんだと。ということで、物をひっくり返した、これ、野茂の国って言ったと思うんですけども、これね、パナソニックのこのホームページを見ましてね、今回のこの万博に関する動画あるんですけど、まあ見た感じ、くっそつまらねえって感じですね、えー、なんかね、えー、人がなんかいろんなことを話し合って、みんなで頑張っていこうねって、共生社会を目指すみたいな、どうもそんな形で、これをお金払って見に行って、どうすんだろうと私、気がするんですけども。はい ということで、ね、こっからまた問題ですよ。来年ですから社員にも頑張ってチケットを売ってます20万枚ということですがはい私パナソニックの社員さんに複数に話を聞いてまいりました。 パナの方はね、個人的にたくさん知ってるもんですから、いくらでも情報入ってくるんですけども、これ実際どうと聞きました。えー、そしてね、これ実際聞いた声になりますよ。で、さすがにですね、みんな大反対でこの野郎って、まあ、そこまではないんですね。まあ、実際に意見を分かれていて、もう本当にあんなも売りつけられてやってらんねえぜって人もいましたし、えー、あとはその逆にね、まあ別に気にかからないよと。だって大阪、これパナソニック大阪本社でしょ。大阪本社ですから結構関西の人が多いと。となるとね、まあ場所も近いから、家族連れ ってなんか遊びに行く分にはいいんじゃないのって意見もこれは実際相当あるということでまあこの辺はあ社内としては半々ぐらいだってことを言ってましたねただね何が一番不満点かと言いますとみんなね前売りということらしいですねこの前売りというのがたまらないと実際会期が始まってねこれあの万博始まって半年間でしょで半年間の中であ来週日曜日行ってみようかそういう形で行きたいんだとこの前売りっていう形この押し付けがたまらないって言ってましたでねこの 社内の雰囲気なんですけども、やっぱりね、買わざるを得ないだろうなっていう空気に支配されてるってことは、皆さんどうもね、感じてるみたいなんですよ。これ、あれに似ていません、昨年ありました阪神のパレードに、大阪市役所ね、大阪の,あの府のね、この職員が、これはボランティアと称して、これ、動員されたことがありましたね。あれと同じようなとんでもない同調圧力は、社内に満ち満ちてると、こういうことは言ってました。当然これれは想定されますよ さらにもう一つの関心事があるとこれも話題になってるらしいんですけどもこの前売りチケットというのは金券ショップに売れるんかとみんなね関心事はここらしいですよねでまずは買い取ってくれるのか買い取ってくれるとすれば何パーセントで買い取ってくれるのかと結局ねこういう話題になっちゃってるというねそういう話でございましたさあそしてねえ画面変わるんですけどもこれ中国ですよねはい中国のこれね起工式ということでこれは今月2日に行われたんですが中国やシンガポールはもう5カ国 など5カ国はもう着工しているとですから、この5カ国というのはこれ予定通りまりできるでしょう。まあ、これは問題ないと思います。ところがね、約3割、えー、自前でパビリオンを建設する国の約3割が施工業者決まっていないと、はい。特にブラジルなんかもそうなんですけども、自前での建設を断念と。これが問題でしょう。で、時間が一番大きな原因ということで、結果的には A 方式、B 方式っていろいろありましたよね。大会側が箱を作って、その中に間借りすると。 にするんだとだからね、全体的にもうこれあの花であるパビリオンがねもうしょぼくなっちゃうんですよ。もうこれで見る価値がだん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 半減してありますよね。ということでブラジルももう無理だということで諦めているということになります。まあ、異例づくめの,、えーの,ねえー、の現場なんですけども、ゼネコン幹部がいろいろ言ってると、はい、これね。 これほどの規模の工事で水や電気のインフラが整ってない現場というのはこれまで経験したことがない。はい、これに尽きるんですよ。こんな大規模な工事、例えば東京オリンピックにしてもあれは水もインフラ、あ電気もね、インフラ整ってるわけでしょ。その中であんな特管工事やったんですが、ここ何にもないんですよ。で、制約もあるもんですから、現場にものすごい負担がかかって、私ね、うんと、あの、命といいますかね、作業員大丈夫かなって気がするんですけども、はい、作業員がまずね、はい、危険性の問題の前に集まるかどうかっても これね作業員なんですけども集めるためにはどうすればいいと思いますそれは当然お金をたくさん出すんです。 で、おそらくははこれは国家プロジェクトですからいいギャラを出すはずなんですよ。じゃあ人が集まるか、いやいや、そうはいかないんですよ、この業界というのは。だって考えてくださいね、これあと430日ですから、1年ちょっとでしょ、つまりここに行けばある程度他の現場よりも高い給料を約束されると、ところがですねそれ430日でこれ終わってしまうんですよ。となると、そこの仕事はなくなりますから、また地元に帰るでしょ。でもね、地元にに帰るってことは忙しいい時に金が高いから と言っっっててて万博のの会場にに行きやががってって思われるんですよこういうい問題だから私が作業員の気持ちであるとちょっと高いぐらいじゃ今までお世話になったねこの地域の現場をうう離れてですよちょっと金がいいから大阪行ってくるわっていうと地元に戻りにくいっていうねそういう心理的なプレッシャーがあるんですだから作業員としてはちょっとぐらいのお金じゃ行かないんですよこういうところを完全に無視してますよねだからこの人言ってるでしょ作業員がまず厚 まあとかはいいそういう問題が存在すするんですで手が足りない、これも当然ですよね。で作業員の負担、その通りでしょうと。さあ、そして今度は、これはインフラ工事を担当している、これ、現場のまさに作業の方ですね。めっちゃせかされる、その通りですよ。そして、今日ね、うーん、今日中にこの範囲を終わらせてくれとか、朝に言われたりとかして、一、えー、日でできないから残業するということになります。で、気持ちとしてはこうでしょう。万博の工事は、これは業者としても作業員としても請け負いたくないと。でさっきね、作業員の方いましたけども、 東京オリンピックの時の工事1人ね自殺した方が出ましたけども全部でね4人亡くなってるんですよ。これは労災ねあの転落死とかそういうのも含めて4人亡くなってるんですけども今回の現場を考えるとね同じようなことが私は間違いなく起こると思いますよね。だから結論こうです 来たがらないい人もいるので,、ね、で万博はちょっとっととて言うんだといいですそう、ね、万博のせかされて非常に、ね、大変な思いをするということとここで多少のお金を稼いでも地元に戻る時に戻りづらいというそういう気持ちもあるとだから職人さんとしては嫌だとなるんですよこういうことが必ず起きますさあこれでもやるというつもりなんでしょうかねそして問題はねこれもあります会場の夢島へのアクセスということで、はい、今この写真ありますように2つルートがあるんですよね えー、この2つから今あ、この工事車両が入っていくということになるんですけども、これ、シャトルバス、これ始まりましたらね、1日最大4000台ぐらいが行き来すると、もうこれ、不可能だと思いますよねで、それに IR の工事車両が上乗せすると、状態はさらに悪化しますと、そうでしょう、うはい、見てください。 万博の開催期間中に IR の工事が本格化するんですよとなると工事車両が入ります大きなトラックが入りますそこに土日なんか会場に行くお客さんが増えるでしょう パンクしまますすよ目に見えていますでとととしては1日3、えー、最大台ということでこでででれもう無理なんですよでね、こんなことはみんな分かってるんですけども、みんな下向いて、まあまあそれはね、当日頑張ってくださいということで逃げてるんです。本当許せないですね。でね、これ島にはコンテナターミナルもあるんですけども、ここにも入るトラックで、ね、これ通常の仕事ですよ。ここにもトラックが入りますけども、この人たちも大迷惑がかかるということになります。これ運転手さん取材してるんですけども、渋滞すると、この人たちの火 減っていいいくという問題ですわねはい、この方のののの気気持持ちち運転ささんよくわかりりまますすとはいいここ通りでございますさあ,あこの万博なんですけどね番組これで終わったんですけども430日現場作業員たちの本音はい私ねパナソニックの人にも聞きましたあそしてね実際の作業員の人にもね、えー、かなり私面識ありますから情報入るんですけどもとにかくたまんないってことを皆さんおっしゃってましたさあ次なんですけども これはね本当にふざけてますよ、この関係連の会長なんですけどもね。大阪万博を巡って 建設業界にけけしししからんって発言をしたわけでしょお前らといい加減しろと国のプロジェクトなんだから頑張ってやるぐらいのこと言わんかいとところがみんな後ろ向きの発言しやがってとということでこれ話題になりましたよねだってあのー、これ建設業界の人はみんな分かってるんですよだからねこれ日経連のこれ宮本会長って方これ清水建設の会長なんですけどももうデッドラインは過ぎてるということを言ってるんですよ半ば諦めてんですところが経済栄光のトップというのはそういう事情わかりません とりあえず頑張ってやれやということを言ってる、これ、頭にくるに決まってるでしょ、でこれ、一番上見てください、これはね、えー、NHK が報じたんですけども、えー、昨年の10月から11日ね、全国の建設業界の1万8000社余りを対象にした調査で、9割近くが万博の工事に興味がないと回答しているんです、これ、すごいことですよ。 普通であれば国家プロジェクトがあればそこにね、人を派遣できますそして会社は儲かります普通よりもいい高い日当が出ますので会社は喜んで食いついていくんですよところがですね1万8000社の中で9割が興味がないってこれ尋常じゃありませんそのぐらいこれには関わり合いたくないと皆さんが思ってるというね、そういうことなんですよで赤字の問題やう々ぬもあります誰がこんなもんに参加したいと思うんでしょうかね そして今回のけしからん発言に対しましてずっとここ書いてありますねえっ、ー、ともう SNS では批判が殺到とまた関係ねと何様だこの人とこれが日本の縮図なんだ縮図なんだと現場が無理言うてるのに根性論を持ち出して非難すると失敗したら現場のせいけしからんの現場,が現場を無視してる方だとはいうんぬん書いてありますということなんですねさあ今日2つお届けしましたけどもこのね万博問題についてはね本当あのこれ関西ではしょっちゅうと言っていいぐらいテレビでいろいろやってきます でただ、最近ちょっとニュースが減ったかなって気がしますよね、まさかね維新にこれね、忖度してるんじゃないだろうかと、私、疑ってしまいますけども、はいまたしばらくしてね、この関西地方で、この万博関連のニュースがね、出てきましたら、私もね、どん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 とね、発信していきたいと思いますので、皆さん、ぜひご覧ください。はい今日の動画が良かったと思う方は、いいねボタン、そしてまたチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは